去年は開幕を落としてしまったので、まずチームとして開幕戦、勝つっていうことを目標にしてたので、そこを達成できてすごく嬉しいです。そうですね、最初開始早々結構ピンチもあったんですけど、まあ、そこを全員で声かけ合ってしのげたっていうのは、今日いけるっていう風な自信にもなりましたし、まあ、相手に引かれてブロック作られて、こうなかなかうまくいかない時間帯が多かったですけど、まあ、そういう風になる、そういう試合展開になるっていうのは予想してたので、まあ、じれずに攻め続けられたことは良かったなと思います。やっぱり声出し応援も本当超久しぶりだったので、最初コール聞いた時は本当結構鳥肌が立つぐらい嬉しかったですし、本当コロナの時拍手とかでももちろん背中を押してもらえたんですけど、やっぱ一体感っていうのはすごく感じれたので、とても力になりました。カップ戦西ヶ丘で悔しい敗戦をしているので、まあ、絶対にやり返す、取り返すっていうところは意識してますけど、まあ、リーグ戦の中の1試合だと思うので、目の前の1試合に集中して、どんな相手だろうとどんな状況だろうと、開始早々からベレザらしさっていうのを全開にしていけるようにチーム全員で頑張っていきたいです。今日もたくさんの応援ありがとうございました。勝利できましたが、まだまだこれから課題が出てくると思いますので、修正して、リーグ制覇に向けて一緒に戦ってください。来週も西ヶ丘で待ってます。ありがとうございました。